ユゼフ・クレメンス・ピウス・ツキは、ポーランド共和国の建国の父にして、初代国家元首、国防省、首相。ポーランド軍創立者にして元帥。独裁的な政権で同国を盛り立てたことで知られる。文化人類学者で、アイヌ研究家のブロニスワフ・ピウス・ツキは2位。ピルス・ツキ、ピルス・ズキ、ピルツ・スキー、ピルス・ツキーとも表記される。ロシアの農村。 ズーフにて没落したポーランド貴族の家庭に生まれ、ビリニウスの学校に通う。母親マリアから当時ロシア政府によって禁止されていた、ポーランド語の読み書きと自国の歴史を学ぶ。ピウスツキの独立精神は、母親の教育によるものが大きい。1884年、母マリア死去。少年時代のユゼフ・ピウスツキ1886年から、ハリコフ大学で医学を学ぶ。 ところが、1887年3月、ロシア皇帝アレクサンドル三世暗殺計画が発覚。レーニンの兄であるアレクサンドル・ウリアーノフを含む首謀犯は死刑となる。彼らに近かったブロニスワフ・ピウスツキは捕らえられ、懲役15年の判決を受ける。弟、ユゼフも連座し、5年間の懲役判決を受け、キレンスクなど、 イルクーツク周辺へ流刑となるのことである。流刑地では、ポーランド人流刑者や社会主義思想家と出会うこととなった。1892年、解放。ビリニュースに戻り、ポーランド社会党を創立。地下新聞、ラボトニックを発行する。1900年、政府によって投獄されるが、発狂したと見せかけ、サンクトペテルブルクの精神病院へ移送されたところを、脱走。 1904年7月、日露戦争中の日本を訪問。ポーランド独立のための支援を要請する。ところがこの時、ポーランド国民連盟代表ロマンドモフスキが、すでに来日、ポーランド人捕虜を疑問するなどを工作を行っていた、ため、大規模な日本政府の援助は受けられなかった。東京でピュース付きは、ドモフスキと偶然出会い、9時間に及ぶ、激しい議論を行った。 1906年、ポーランド社会党が、ロシア第一革命の影響を受け親、ロシア的になると、反ロシア、独立派のピュスツキは孤立する。1908年、後のポーランド軍となる、施設軍隊を創設する。1914年、第一次世界大戦勃発。ポーランド軍は、オーストリア軍の一部として行動する。1917年、ウィルソン米大統領、 14カ条の平和原則を発表、ポーランド建国を提言。ドモフスキはローザンヌにポーランド国民委員会を設立。この時、ピウスツキはポーランド軍がドイツオーストリア軍の一部となることを拒否したため、マルデブルク監獄に投獄される。1918年11月、ドイツ革命が起こると、ピウスツキは出国してワルシャワに戻り、 ポーランド第二共和国国家元首となる。翌年1月、イグナツ・パデレフスキ首相による内閣発足。1920年のポーランド・ソビエト戦争では、フランス軍の協力により勝利する。カトビセノ・ピュス・ツキ像1921年に、ドモフスキが3月憲法を制定。これは、議会の力を強め大統領の権限を弱めるもので、あったため。 ピュースツキは大統領には立候補せず、1923年に引退を宣言。しかし、初代大統領のガブリエル・ナルトビチが、ユダヤ人によって大統領になったとの噂から暗殺されたことや、短期政権によるバータリ的な政策から激しいインフレが引き起こされたことから、国家は混乱に陥った。百二十六年五月十二日、ピュースツキは、クーデター。 5月革命を起こす。絶大な人気により、政府内にもクーデターの協力者が出る状態であったが、政府側もよく抵抗した。結局、鉄道労働者の協力があったため、クーデター軍が数日で勝利した。犠牲者は500人程度だと言われている。ピウスツキは大統領にはならず、国防省と首相の立場から実権を握った。この独裁機関は、反対者を習監するなど、 ファシスト的な独裁ではあったが、政治腐敗の一層を行ったため、サナツヤ体制と呼ばれている。ピウスツキは反ユダヤ主義に否定的で、かつてのポーランドリトアニア共和国のように、ポーランドを諸民族が融和するコスモポリタンな多民族国家として育てようと考えており、この点でサナツヤ体制はファシズムとは異なる。そのためピウスツキは国内のユダヤ人からも支持を獲得した。 晩年のピウス付き1932年にソビエト連邦とソ連ポーランド不可侵条約を1934年にはナチスドイツとドイツポーランド不可侵条約を結んだ。これらの条約はドイツやソ連を利するものだという批判もあった。ピウス付きは不可侵条約による安定は長くは続かず、いつかはナチスドイツやソ連がポーランドを侵略しようとするだろうと考えていた。 この二つの条約がある状態というのは、ポーランドが二つの椅子に両足を乗せているようなものである。こんな状態は長くは続かないだろう。今やどちらの椅子からひっくり返るか、そしてそれはいつなのかということだと述べた。1933年にアドルフ・ヒトラーが政権の座に就くと、ピウスツキはフランスと協力してドイツに対する予防戦争に打って出ることを、 格索したとされる。しかし、フランス国内に沿線気分が強かったため、フランスは、こういった戦争が、ベルサイユ条約違反となることを理由に、ピウス付きの対独戦争の国費提案を断って、来たと言われている。翌年ドイツとの不可侵条約が結ばれたのはこういう経緯があった。ヒトラーはポーランドに対し、ドイツ・ポーランド同盟を結び共産主義のソ連に、 対抗することを提案した。ピウスツキはこの提案を拒否した。スターリンがトロツキーと異なり一国社会主義を標榜していることから、ソ連は当面の間はポーランドにとって直接の脅威にはならないと考えた。ピウスツキはむしろナチスドイツに対する戦争を考えており、その準備のために時間稼ぎを使用していた。 ヒトラーはピウスツキとの首脳会談を提案したが、ヒトラーの著書、我が闘争に見られるようなエスノセントリズムや反ユダヤ主義といった過激な民族主義を標榜する、ナチズムを異常な思想だとして軽蔑していたピウスツキは、これを無視した。それどころか、ピウスツキは、フランスやイギリスとの関係を強固にし、ドイツを支配していた危険なナチズム体制を攻略する機会を伺っていたのである。 ビリニュスにある他1935年3月12日、肝臓癌のためワルシャワで死去。67歳。遺体はクラックフのバベル大聖堂に、心臓は母親の遺体と共にビリニュスに埋葬された。ピウスツキの死はその後のポーランドの運命を決定した。死去から4年後の1939年8月23日、ドイツとソ連は独ソ不可侵条約を結び、 その際に、両国間で交わされた秘密議定書において、ポーランドの領土の分割を取り決めた。同年9月1日、ドイツ軍がポーランド侵攻を開始。9月17日には、ソ連軍も東部国境より進行し、9月末には、ポーランドは独ソ両国により分割占領され、再び地図の上からは消滅してしまった。1795年の、 第三次ポーランド分割以降、123年ぶりにポーランドを独立させたピウス付きは、ポーランドの英雄の一人である。しかし、後年、とりわけ共産主義体制時代には、独裁者となりナチスドイツと条約を結んで1939年のポーランド侵攻を招く隙を作ったとされ、公式の評価は下がった。とはいえ、当時も現在も国民の人気は非常に高い。 ピウス付きは晩年には警察権力で反対勢力を弾圧したりして言論の自由を制限したのは確かである。それであっても彼の体制下では形式的ながら複数政党制も存在し反対する政党が機関紙を出すことも自由であった。伝統的に反キリスト的思想であるとしてユダヤ教徒への不信感が根強かったものの ユダヤ教徒とキリスト教徒の間の暴力的対立は起きていなかったポーランドではユダヤ人に対する政策は他のヨーロッパ諸国と比べると恩恵でこの国でユダヤ人が本格的に迫害されたのはヒトラーのナチスドイツによる占領後のことである。これはピュース付きがポーランドを多民族国家にするという理念を持っていたためでもある。 2008年に発行されたジューズを適年紙幣に肖像が使用されている。兄のブロニスワフと共にユゼフも日本と深い縁があった。前日の通り、日露戦争下の東京へポーランド軍放棄の計画書や日本とポーランドの同盟案の覚書を持参してきた。政府による大規模な協力は得られなかったが、日本に対しては好印象を持ち続け、 後の独裁者の地位にあった1928年には、日露戦争時に、軍港のあった日本軍将校たち51名に、勲章を授与している。ピウスツキ家の団系はポーランドで与えており、日本にのみいる。彼らは、ユゼフの兄、ブローニスワフの息子の家系で、現在横浜に住んでいる。ありがとうございます。